アシュモレアン博物館に展示されているメシア・メシア・サラブウストラディバリウスは1716年にアントニオ・ストラディバリにより制作されたバイオリンである。制作当時の状態をそのまま残した唯一のストラディバリウスと考えられている。現在、イギリスのオックスフォードにあるアシュモレアン博物館の所蔵品である。メシアの名で知られるこのバイオリンはストラディバリの工房に 彼の死の1737年まで残されていた。その後、1775年に息子のパオロによって小塩でサラブウェ伯爵に売却され、しばらくの間、サラブウェと呼ばれていた。メシアは、1827年にサラブウェ伯爵から楽器賞、ルイジ・タリシオが購入する。1854年、タリシオの没後にパリの原楽器製作者、 ジャンバティスト・ビオームがメシアを含むタリシオの全コレクションを手に入れることとなる。ある日、タリシオはこの道の素晴らしい楽器の価値についてビオームと語り合っていた。そこでビオームの娘婿でバイオリニストのジャン・アラールが言った。本当ですかタリシオさん、あなたのバイオリンはまるでユダヤ人のメシアのようですね。皆が待っているのに決して現れないじゃないですか。隠してこのバイオリンは 現在知られている名前に洗礼を施された。メシアは楽器商 w e ヒルの一族からオックスフォードのアシモレアン博物館に未来の楽器制作者への学習の基準として保存するために依存された。このバイオリンは滅多に演奏されなかったので新品のような状態である。楽器としての音の可能性は w e ヒルが依存した状態から疑問が持たれている。 しかしながら、巧妙なバイオリニストであるヨーゼフ・ヨアヒムにより演奏されており、ヨアヒムは、当時のメシアの所有者、ロバート・クロフォード2891年に宛てた手紙の中で、その完備さと崇高さが組み合わせた音に心打たれたと述べている。ナタン・ミルシテーンは、ヒルの店で1940年以前に演奏し、忘れぬ経験だったと述べている。メシアは、 ストラディバリが作った楽器の中で最も価値あるものの一つである。メシアの表版は1710年にピエトロ・ジャコモ・ロジェイリが作ったバイオリンと同じ木が使われている。糸巻きとテールピースはオリジナルではなく、後からビヨームによって付け足された。テールピースにはキリストの交換が描かれてる。ありがとうございます。